この間腕を伸ばすレッスンしましたけども、その続きいきましょう。腕を伸びないって言ってやりました。そう。そう、なんとなく意識してこう、全体を。全部やめて。今こんな感じですよね。少し持ち上げて、腕を下ろして、持ち上げて、下ろして、また持ち上げて、下ろして、もっとちっちゃくていいんですよ。持ち上げて、下ろして、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 はい。
っちを引っ張った時に顎が左の方に行ったの分かります？左に、こっちやると顎が左に行っちゃうな。じゃあ今度は顎を右に寄せてください。そうです、そうです。で元に戻して顎を元もう一回顎を右に元に戻してもう一回、もう一回やってみましょう。左に寄せて、そうです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 。で今度は後頭部を右腕に向けるようにして、同じこと、同じこと、右腕、後頭部、後頭部、頭の後ろ、頭の後ろが。いや、違う違う、さっき顎を左に寄せましたね。それと同じことです。それをもっともっとやると、そう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 、これで腕と後頭部近づくんで、腕を戻して、もう一回、そうです、もう一回、そうです。はい、うん、後頭部を今度は左腕に左後頭部とか、そう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 、右に戻して、もう一回、もう一回、そうそうそう、もう一回、今度は逆の腕を、そう。そうです。この辺が動いてると分かりますね。そうです。そうです。そうです。うん、顔はね、こうじゃなくて、こう向けましょうね。はい。そう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 。で、あんまりそうまでそうまで。小さくていいんですけどね。やがて反対側に向けて。そうです。で、反対側、交互に、そうです、ゆっくりちっちゃく、ゆっくりちっちゃく、背骨のどこが床につくか、背骨のどこが曲がってるか、はい、そこの運動を自分でやって、そうです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 、はい、準備でしょ、よろしくお願いします。両手を頭の上の方にやめて、そうです。また交互に伸ばしてみましょう。ちょちょちょ、頭の上の方へ伸ばすんです。交互に右左。わかった。そうそうそう。そうです。こうしたし。そうですそうです。骨盤が動き出したら分かりますね、ゆっくり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 、どうやったら腕が伸びるか、どうやったら骨盤を掴んだ、
そうです。今度はまた逆の方向に出てみましょう。はい。それがナチュラルの方向ですね。そう。そう、十分です。頭を逆の方向に向けて、そうです。に戻して、そうそうそう、うまいです。そう。ゆっくり、ゆっくり、そう。ゆっくり、ゆっくり、そう。何もしない。これが大きく反り出してますね。うん、逆は頭の逆にそうそう。で戻り戻してますよ。そうそう。もう一回。そうです。いいでしょう。痛かったら言ってください、ね。痛いですね。どうも痛くなっちゃって。はい、そのまま横から座ってください。
伸びた伸びた。こんな気持ちいい。こんな伸びるのか。筋肉するんだよね。ロッカーのこう縮まってたこういうのさ。